く攻略の軍は脅威率いる食軍を撃破。そのまま西へ進み、成都で芝将の軍と合流した。いよいよ魏と蜀の因縁に決着をつける時が来た。魏の武帝曹操と蜀の選手劉備、そして父司馬懿と諸葛亮、互いを好敵手と認め合い、歯をかけ知恵を競った男たち。ならば自分は何だ、司馬将は自問する。迷い傷つきながら、それでも前へと進んできた。時代を前へと進める、ただそれこそが己の天命か。願いや功を超え、司馬将のうちに覚悟が生まれつつあった。今定律の時代を終え、新たな時代へと進むために、司馬将、大元気、荷重が生徒の地で決戦に臨む。司馬史上ってんだ。ま、適当にやるわ。天下統一か。職は職でそれなりにやってる。そりゃたまに小競り合いはあるけどな。まあそれがダメなんだろう。悪いな元気、愚痴ばっかりの愚痴男で。本当ね。師匠、時間だ。ああ、長く続く乱世を終えるため、その禍根の一つたる蜀を打ち滅ぼす。心してかかれ、荷重。は。師匠殿、もうなすべきことは分かっているはず。でも忘れないで、私は約束を果たすから。ああ、ありがとな、元気。大元気殿、最近は司馬将様に優しいよな。前みたいに目くじら立てないっていうか。それだけ司馬将様が変わられたってことさ。昔を思い出してみろよ、今は別人みたいだ。この戦は司馬将様の転換点となる。大元気殿もそう感じていらっしゃるようです。司馬将殿はご自分の道を歩み始めた。そして荷重殿はそれを支えんがため暗躍する。お二人はいわば光と影、互いになくてはならぬが決して交わらぬ。剣閣では脅威を取り逃がしたって聞いたぞ。またあの強敵と戦う羽目になるのか。敵も絶対必死だよな。俺たちだって国が滅ぼされるってなれば。蜀の奴らにも守るものがあるんだろうな。親兄弟、女房、子供、そして国。けど俺たちにも貫きたい理想がある。だから戦う。戦って乱世を終わらせる。剣閣を破り、皇庫の憂いは立った。隠蔽からの司馬将様たちとも無事合流できた。そしてここ生徒を落とせば蜀は滅びる。おお、燃え上がってきたぞ。司馬将様の天下を実現しましょう。しずれ、慣れない土地で風邪をひいてしまいまして。蜀を滅ぼせば定律は崩れます。この戦、新しい時代への幕開けとなりますね。俺見ちゃったんです、司馬将殿が大元気殿に静かに言ってるの。もううちは卒業だ。だから元気も覚悟を決めてくれと。何の覚悟なんでしょう。俺気になって夜も眠れませんよ。文豪様は全てに恵まれていらっしゃる。稀なる武勇、輝く武者ぶりに謙虚な気質。唯一の難点は貧乏くじを引きやすいこと。こればかりはどうしようもないですな。
法外様は勝利におごることはありません。淡々と次の任務を遂行なさるのです。蜀の大将軍脅威は不屈の男。もはや蜀との戦は彼との戦とさえ言えます。こたびも周到な策を巡らせているはず。任務の遂行には十分な警戒が不可欠でしょう。私は皆様に救われた身、義の天下のため尽力することこそ我が使命。神明を閉じて蜀を打ち倒す覚悟です。悲しき乱の起こらぬ世を作るために。まったく蜀も無駄にしぶとくしつこい。ま、点数稼ぎにはもってこいの相手です。せいぜい皆の期待に応えてみせますよ。鳥海様ってすごく正直な方ですよね。俺は嫌いじゃないです。芝生様と果樹様、仲直りしたのか。最近はそれなりに話してるよな。確かに表面上はそう見えるけど、元通りじゃない気がするんだよな。蜀の選手劉備は死後も絶大な影響を持つ。その偉大な父に比べ、この劉禅は必死に支える蜀将たちも不憫よ。まあ、敵を憐れんでも仕方ないがな。蜀皇帝劉禅は暗愚だって話だぞ。そんな奴に芝生様が負けるわけないな。蜀は先週劉備の遺徳で流れる国。今を生き、明日を勝ち取ることなどできん。現皇帝劉禅は内からも暗愚とそしられる男。奴までたどり着けば勝利も同然だろう。分かった。劉禅の身柄の確保を最優先しろ。四条、これは決戦だ。お前の言葉で兵を鼓舞してやれ。ああ。長く続く定律の世に楔を打ち込む。蜀を打ち、呉を下し、我ら魏の天下を作る。そのために今日ここで蜀の明日を断つ。皆、己の全てをかけて奮戦せよ。二手に分かれて成都城を目指すぞ。俺と元気は西からだ。果樹は東から進軍しろ。
フ。敵将撃ち取ったぜ。この地は私が守る。どうか。ほらやった。この首もらい受ける。いざ。追い詰められ。
本体で戦線を押し上げる。月星様の兵器が起動したぞ。我らも敵に襲いかかれ。見せつけてくれますな。
かよ。華麗な手綱さばき見てちょうだい。突出すればどうなる。これ一つ身をもって知るがいい。受け取ってくれよな。
ここまで来てくれたのか。最終決戦と言った銀河は陣の象徴、そして私たちの主婦を皆武器を下ろしてほしい。あなたたちもだ。戦うのは終わりにしよう。私は疲れた。今日ここに諸君の降伏を宣言しよう。師匠、よく決断してくれた。降伏を受け入れる。食亭は丁重にお連れしろ。ありがとう。みんな、よくやってくれた。この戦、義の勝利だ。食亭龍禅は芝将ら義軍の前に降伏。ここに蜀は滅亡した。龍禅は義により安楽公に奉ぜられ、安穏とした余生を与えられる。一方芝将は蜀正統の功により秦王の位を授かった。こうして帝律の時代は終わり、残る敵は呉だけとなる。呉では第三代呉帝孫休が逝去、孫皓がその後を継ぐ。しかし魏との国力の差はもはや圧倒的なものとなっていた。早晩天下は一つとなる。それは葬儀のもとにか、あるいは秦王となった芝将はやがて来る時代を思い描く。父が願い、兄が目指し、そして自分が進んできた道、乱世の先、才ある者が滑る天下へと芝将は歩き続ける。やりましたね、芝将殿。残る五を打てば天下はいよいよ葬儀のもとに収まるでしょう。葬儀ね。なあお前たち、いや、なんでもない。兄上、あなたが見ていたもの、俺にも見えてきたよ。